皆さん、明けましておめでとうございます。本年も元気よく、このゆうすけの YouTube お送りしていきたいと思います。そんな私、上地ゆうすけの2021年一発目の YouTube でございます。なんと、なんと、とんでもない人がカメラマンをやってくれております。いやー、まあこの人はまあ皆さん声を聞いたらわかるんじゃないかな。とてもとてもとってもお世話になっているお父ちゃんでございます。一般の方なんですが、私が知っている限り一番面白い一般人の方でございます。まあ見てください、どうぞ。大阪有名パン屋満腹ベーカリーに夜中襲撃します。もちろん店は閉まってますが、奥で作業してます。シャッターを開けて、上地ゆうすけです、パンくださいと言います。じゃあ行きます。シャッター開けろ。上地ゆうすけが大きい声で、上地ゆうすけがパンくださいって言います。はい、はい、行きます。はい、開けろ。すいません、あの、上地ゆうすけと言います。あの、すいません、あの、パンください。すいません、この世の中に。ちょっと本当に中でも対応してくれないんだ。社長は？あ、おります。どうでもあります。あ、上地、汚いおっさん、いよいよ登場。ものすごい、すごいカリスマパンやねんけど、見た目がびっくりするぐらい汚いねん。こんな汚いおっさん、こんなうまいパンなんで作んねやろというおっさんが今から、どういう降りてきます。おじさんなの？なんか47歳で頭はげてね、この前の前歯なかってピンクの自転車乗って、この街では通り魔みたいと思われてる。悪口やな。悪口でしかないでしょ。やめなさい。ユースケ来なさいって言ってか、いつの間にか出かけてました。知らんうちに出かけるとき。見てください、マラサダドーナツちゃうやつ。それはしょっぱいね。大阪で超有名で、これ4人しか入れない店なんですけど、恐ろしい売り上げを上げる店です。でこれがね、いつも朝から晩までお客さん並んでるパン屋さんです。これ食パン、食パンめっちゃうまい。2円です、うん、あとおすすめなんで、これ、ね、この店今もうあの大体営業は夜11時で終わりなんですけど、はい、今もう12時回ってるんですよ。勝手にシャッター、あなたがシャッターを開けてる。ちょっと俺が最悪みたいになるじゃん。勝手にシャッター開けてる。ユースケ開けたよって。今残ってるのはこんだけですけど、80種類のパンを焼いてるんです。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、社長で冗談でハゲてみました。冗談で本当に感じですけど、すいません、はい、よろしくお願いします。あ、そう、あの、うちの大好きなあの一般のお父ちゃんがいまして、すごいお世話になってまして、どうしてもこのパン屋のシャッターを開けろって言われてました。でも、あ、本当にすごい美味しいよって言われて、一回食べたらやめれないっていう評判で、この界隈では多分これ覚醒剤入ってんちゃうか。やめなさい、やめなさい、本当に入れてますみたいな。確かに。ちょっと悪そうね。これ胡椒じゃないです。これね、今あの焼きそばパンが入れたから、これ有名で。これ焼きそばパン結構ボリューミー。はい、これいつ作ったんですか。それは今日です。ふわふわだ。おさんによると24時間作ってるって聞いたんですか。そうですね。まだこれからの朝までちょっとこれ作ります。で、オープンはもうずーっと24時間ですか。やってるさ。完全にシャッター閉まってたし。違う、お父ちゃん24時間やってるって言うの。やってます、そうですね、11時からは親方用になります。そうそう、強盗用に。
俺たち本当に強盗です。せっかくあの一口だけいただいていいですか。いただきます。いいですか。あ、どうぞどうぞ。できないです。これカメラマン誰やっていうの内緒にしてくれ。はい。これでバレる。バレない。バレない。焼肉、あ、焼き肉じゃねえよ。焼きそば美味しくない、多くないですか。美味しいね、これ多いね。なんかめっちゃ有名やね、これ。パン自体もめちゃめちゃふわふわ。そうそうそう。それで1個安いね。100? いくつだ ?180 円。180円。原価3円の話やね。めちゃくちゃ紹介めちゃめちゃ、めちゃめちゃ儲けてますやん。でも、わかりに聞きました。このカメラマンさんの情報によりますと、あの、1億2000万。儲けてるっていう。いや、儲けてる。年間1億2000万売り上げ上がんねん。でしょ。でも分かんない、税務署には2000万って言ってるから。みんなで買いましょう。買いましょう。いや、もうね、いや、ここ流行ってて、表でずっと一日中人が並んでんねん。あ、そうなの。うん、朝から朝からずっと一日中並んでて、うん、すごい店なんですよ。ほんで、あの、いつかお前も店持たされて騙されて、あの奥で林くんも働いてるんですよ。かわいそうに。林くん、かわいそうに騙されてね。全然考えない。俺、ネジパンめちゃめちゃ好きだったんですけど、一ついただいて。あ、全然大丈夫。はい。じゃあ今日、特別に一つだけ。全然リアクションがうまいよ。やっぱタレントさんはね、あの、食べた時にね、すぐ言わない。食べて、すぐ言って嘘っぽいから、その間を貯めて、ほんでやっぱり他の人と違うこと言うのがタレントさんなんです。やめろ。はい、やめろ。はい、アップすな。はい、どんな感じで言うのか。はい。すいません、巻いてもらえますか。食べ過ぎですわ。ねえ、だよ。食べ過ぎ。この甘さが全然、あの、甘すぎない。お砂糖少ないですよ。砂糖少ない。少ない。知ってる。甘すぎないのは。俺食パンが食ったことないって言ったじゃん。俺が言うんですよ。どんな感じ、どんな感じ。甘すぎないって言って。甘すぎないって、あまり今直接的なコメントで、なんかありやん。比喩した言葉。わかりました。うん、はい。どんな感じ。あの、ゼリーみたいな感じ。うわぁ、うわぁ、よう芸能界やってきはったわ。パン食うてどんな感じで、ゼリーみたいな感じで。見てるだけでも全然伝わらへんし、パンがゼリーの感触を分けちゃうし、びっくりするわ、ほんまに。なんか雰囲気だけでやってきはった。雰囲気だけでやってきはったわ。雰囲気だけでもへんわ。今後に差し掛けるわってやめて。なんかあるやろ、ゼリーちゃうやろ、お前。なんかもうちょっと、おー、なるほど、うまくやるわ。二口目違います。違います。二口目の歯の感触が、パンケーキみたいな。お、パンケーキみたいな。パンケーキのような。パンケーキのような。小麦を感じながら。小麦を感じながら。これ食えば食うほど太るんだ。おいしい。カロリーが。すいません、あの、酔っ払ってね、営業してシャッター開けてね、人気店のパン屋さんに入ってきて、パン勝手に食べてるんですよ。俺がこれこそじゃん。え、俺がゲリなんじゃないから、やめて。迷惑 YouTube で今問題になってるんだよ。これ迷惑 YouTube ですよ。違います。すいません、あの、今後ともよろしくお願いします。本当に美味しいです。福一ベーカリー。全然違います。福ベーカリー。満腹ベーカリー。福一満腹ベーカリー、よろしくお願いします。はい、美味しいです。北浜にあります、ワンブベーカリー。はい、ただ、いつも行列出てきてますんで、はい、今後とすみません、ちょっと並んでもらいますけども。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、美味しいです。本当に美味しいです。夜中シャッター閉まってますから、夜中シャッター開けないでください。本当にお願いします。はい、いかがでしたでしょうか。もうめちゃめちゃなカメラマンの振りで、パン屋に突撃させていただきましたけれども、本当に皆さん
よくしていただき誠にありがとうございます。これからも2021年気楽に、YouTube 撮っていきたいと思いますので楽しみにしていてください。チャンネル登録そしていいね、高評価よろしくお願いします。バイバイ、2021年もよろしくお願いします。ドン。